ガオちゃんの西成チャンネル。はい、どうも、西成区住みます芸人ガオちゃんでーす。ギャオ。はい、ということでこちら、西成区にあります銭湯の日の出湯さんの前なんですけども、今こちらでね、子供が遊びに来て楽しめる駄菓子屋がこちらの中にできまして、そちらで、毎週今木曜日にこちらに来てちょっとねギャグ紙芝居やったりとか、あと大人の人の背中流しのサービスやったりとか、ここ最近ずっとこちらでちょっとねお手伝いさせてもらっております。せっかくなんでこちらでね夏ちょっとイベントしたいなということで、こちら7月21日にね日の出湯さんの隣にある古民家がございますので、そちらでお祭りをしたいと思っております。その名もガオちゃんの子供お風呂祭りでございます。こちら13時から18時の予定でございます。こちら無料で参加できます。そしてそちらで同じ場所でお笑いライブをさせてもらおうと思いまして、そして今 M1 に向けてライオンうどんというユニットを先輩のしげみうどんさんとやらせてもらってまして、ライオンうどんの銭湯に入りたくなるお笑いライブというのも同じところで、7月31日お昼2時から開催予定でございます。チケット僕にねツイッターとメッセージいただけたら予約できますし、こちらの受付でもできます。ファニーでも買えますので、ぜひぜひ来ていただきたいと思います。そしてねある方も来てくれると思うんで、はい、そんなんもちょっとね絶対楽しいライブになりまして、そしてここでそのライブで M1 に向けて結構がっつり仕上げていこうかなと思っておりますので、ぜひ来て楽しんでいただけたらと思います。こういうポスターも出来上がりましたので、ビラ巻いたりして近所の子供たちとかにしてもらう、フラットしてもらえるように、周知してもらえるようにちょっとビラ配りしたいと思います。西成チャンネル。日の出湯さんへの行き方なんですが、JR 新今宮駅とか、南海新今宮駅、そして大阪メトロ動物園前から来られる方は、ちょっと新今宮駅から天王寺の方へちょっと歩いてもらったら、動物園前駅2号出入り口があります。すると、そこに動物園前商店街がありますのでね、コーヒー店があります。でそこの商店街をちょっとまっすぐ行ってください。はい、そして、まっすぐ行きますと、時計屋さん、サングラス屋さんがあって、こちらアジアン居酒屋がある、こちらに三の市場商店街というところがございます。こちらを左に曲がってください。あとはまあこの、そして、商店街をそのまままっすぐ行きますと、煙突が見えます。ここが日の出湯ですね。そしてここを曲がりますと、こちら日の出湯さんになります。そして、お祭り会場は、それをさらにまっすぐに行って、今シャッター閉まってますが、こちらがガオちゃんの子供お風呂祭りの会場となります。西成チャンネル。はい、そしてこちら天王寺方面からお越しの方は、まあね、何パターンか行き方あるんですけども、43号線沿いをバーって行って左に行くパターンもあるんですけども、こちら、天王寺から新今宮の方に向かう大きな道をそのまま西へ新今宮の方に向かいます。はい、そして、こちら右側に東横イン阿倍野天王寺がある、左にグレス薬局というのが見えるので、そちらを左に行きます。するとこちらに日の出湯さんがございます。こうやって行きます。そしてその北側、はい、向かって右側、こちらが、当日空いてお祭り会場となります。ぜひぜひ、来てみて、こちら見て来てください。西成チャンネル。そしてこちら日の出湯さんの横にある長屋なんですけども、こちらで7月21日子供祭りがございます。まあ、ちょっとねこちらで今とりあえず準備始めたんですけども、こういうまあ提灯作ったりとか、まあ、子供のちょっと子供の遊びの縁日というか、ガオちゃん縁日をこちらでやるとやるんで、こちら入場無料でございます。で今からねちょっと準備するんですけど、ペットボトル、紙コップとか、なんかこういうので、ちょっとね、お祭りとか。で、なんか、どうするんでしたっけ？なんか、カルタとかも。お風呂カルタ。んで、お風呂マナー講座。入り方講座。ガオパオゲーム。そういうの、まあ、1時間に1回そういうイベントもやりながら、基本的にずっとお祭りやってるみたいな状態よ。
したいと思います。まあ気軽にフラッと来れるようなね、まあ抽選会とかも、はい、考えております。なんかねもらえたりとかもすると思うんで、よかったら来てください。さっきねちょっと準備、していきたいと思いますので、7月21日ですね、21日昼の1時から夕方の6時ぐらいまでやってるんで、もう無料ですのでフラッと来ていただけたらと思います。そしてこちらで、7月31日にライオンうどんの単独ライブもやりますので、こちら M1 とかに向けて、ネタ仕上げていくというライブなんで、はい、こちらの方もチケット、メッセージ等に送っていただけたらと思います。どちらもかなり、楽しいものとなると思いますので、ぜひ来ていただけたらと思います。とりあえず7月21日フラッと来てもらって、まあお風呂も入ってもらってやりたいと思いますので、お待ちください。夏休みスタートのいいスタートのね、これで来てもらえたらと思いますので、僕もずっといますので、ぜひお越しくださいませ。ギャッ、ちょっとできるだけいろんなおもろいこと作っていけたらと思います。皆さん、まあ大人の人もね、子供ももちろん、大人の人も中ぐらいの人も、大人寄りの人も、大人寄りの子供の人も、子供寄りの大人の人も、どなたでも、楽しんでいただける時間にしたいと思います。石成チャンネル、はい、どうもどうも、ライオンうどんです。ライオンうどんでございます。どうもです、はい、はいはい、ということで、はい、先ほど、まあ、見てもらったんですけども、7月31日ですね、31日、はい、そうですね、私たち、ちょっと M1 に向けてこう、うん、ユニットでやってて、はい、キングオブコントもね、うん、一応出まして、そうですね、1回戦なんとか突破しました、突破できたんで、まあちょっと夏に向けて、うん、M1 とキングオブコントを中心に、うん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 、ちょっと仕上げていかなあかんなということで、そうね、はい、そこで、はい、日の出湯さん、日の出湯のね、めちゃくちゃいいでしょ、日の出湯めちゃめちゃいい、あそこ茂美さんもめちゃ激ハマりの、激ハマりよ、銭湯の横に小井さん路地、小井さん路地、そう、はい、よくすぐ横にね、うん、長屋があって、はい、そこでちょっと単独ライブ、そう、はい、やります。単独ライブ早いね、ユニットで単独して、はい、いや蚊に噛まれすぎなのよ、はい、すごいのよ、ここ蚊が、はい、ありますね、14時からありますけれども、14時から、はい、はい、7月31日、うん、2時から、2時から、はい、お昼から、まあ、一応1時間、はい、はい、ライオンうどんの温泉に入りたくなるお笑いライブが、はい、銭湯に入りたくなるお笑いライブ、すいません、だから一応ネタ6本、うん、ネタ6本、漫才コント6本と、うん、コーナーと、コーナーとで銭湯にまつわるネタと、うん、銭湯にまつわる漫才、うん、銭湯にまつわるコントも、うん、入れる予定、入れる予定でございますけど、銭湯的なコーナーと、そうね、まさに銭湯に入りたくなるお笑いライブ、なるお笑いライブ、そう、で楽しみやね、前説は、うん、最近もアウフギウスって言って、サウナで、うん、風を仰ぐのをずっとやってる、まだ山田くんが、まだ山田前説で、あれやってね、最強の布陣で温めてくれるってことで、はい、よろしくお願いしたい、これはこれはちょっとぜひ来ていただきたいと思います、はい、ファニーチケットのファニーでも買えますし、はい、ちょっと予約でできますし、はい、ただ20人ほどなんでちょっと席があれかもしれない、お早めに予約していただけたらと思います、お願いいたします、はい、小学生以下は無料となっております、これなのよ、無料なのよ、はい、はい、ぜひぜひお子さん連れてくる方とか、なんかうまいことしてくれるみたいなんで、はい、お願いします、よろしくお願いします、そして、7月お礼のついでに足叩いてましたすごい見えたから、カー頭下げるよりもカー叩き方があっただけで言わんといてそれ、ほんで、うん、その前、その1週間前ですかね、10日ぐらい前に7月21日に、うん、昼の1時から6時まで、はいはい、その同じ場所、うん、西成の日の出湯さんの横の、長屋で、うん、ガオちゃんの子供お風呂祭りというのもやります、はい、すごい、お風呂祭り、お風呂祭り、すごいよ、もちろんちょっとお風呂、なんかほんまに縁日とかちょっとね、うん、僕が考えたちょっとイベントとか、うわ面白そうやな、カルタとか、じゃああれはどうだ、その大人も全然楽しめる、大人も楽しめますし、ちょっとお風呂来たついでにとか、うん、あとせっかくちょっとここ行ってちょっと風呂でも入ろうかなぐらいの感じで、あいいですね、そんな、はい、うんうんうん、で芸人さんも来たりとかしてくれたら嬉しいですね、うん、あなるほどね、はい、あ呼んでるとかではないですか、皆さんもよかったら、あ私も、はい、はい、私もスケジュールに入れてます、はい、なんか入りたいと思います、思ってくれたら嬉しいです、おります、はい、まあ、ちょっとね、夏の休み多分スタートやと思うんですよ、うんうんうん、そうね、はい、7月の21やからね、はい、うんうんうん、まあ、子供さん中心に大人の方も、はいはい、中型の方も、え
あ、大人の子供の間、はい、中型言ってるとか、はい、学生ぐらいのことを何でも中型言ってる、どなたでも来ていただけたらなと、変な言い方思います、はい、無料ですので、はい、で抽選会とか、はい、なんかちょっとしたイベントとかも、あ、じゃあいいやんか、そんなあの何時に来ても楽しめるようにしてますので、はい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 、来ていただけたらと思います。ぜひぜひ。じゃあ7月21日は木の出湯さんで子供ガオちゃんの子供お風呂祭りと、お風呂祭り7月31日は、ライオンうどんの銭湯に入りたくなるお笑いライブ、はい、こちらの方どちらもよろしくお願いいたします。お願いします。ギャオチュルチュル、お願いします。お願いします。西成西成西成チャンネル。